ベイクランド大学は、ウィスコンシン州シボイガンに本部を置く、アメリカ合衆国の私立大学である。1862年に設置された。1862年設立。米国北中部大学認定協会、または、英語で、ミッションハウスと称し、当時地域の住民のほとんどが、ドイツ系移民であったことから、ドイツ語で教育を行う神学校として、運営されていた。 レイクランド大学設立当初は、神学校としての伝統的な教育を行うと、同時にリベラルアーツ教育を行い、多くの学生が牧師を目指して学ぶ大学であった。しかし19世紀の終わりを迎える頃には、進学を学ぶ学生にとどまらず、1898年には、当時は珍しかった、女子学生を迎え入れるなど、多くの学生にとって自由に学ぶ環境を提供する。 大学へとなっていった。ミッションハウスの公明は95年間使用されたが、1956年に現在のレイクランドカレッジに公明を変更し、米国北中部大学認定協会の認可を受け、純粋なリベラルアーツカレッジとして運営されている。1991年には、レイクランド大学ジャパンキャンパスを設立、またドイツ、中華人民共和国、台湾、マレーシア、 大韓民国の大学と提携を進め、アフリカのマラウイの学生を呼び寄せ、教員として教育を行い、母国での教育発展に寄与するなど、国際教育に尽力しているという特色も持っている。オールドメインホールレイクランド大学は、アメリカウィスコンシン州のシボイガンという町から、北東へ8キロほど離れたところに所在する。キャンパスの広さは、 約245エーカーで、主に18の建物で構成されている。建物の中で最も古い建物は、オールドメインホールと呼ばれ、1888年に完成した。近年多くの建物が改装され、光ファイバーのネットワークや実験設備などを導入している。また、メインキャンパス以外に、一般社会人向けに7つの分室を設置している。 大学の所在地であるが、公式カタログやウェブ上では、PO Box 359社防移管、Y53082 から0359という、住所表記になっているが、これは、郵便上の支所箱の住所を示すもので、実際の所在地は、W3718 s u ス DRIVE p マス、m Y53073 から4878という表記になる。1991年、 学校法人クレ学園がレイクランド大学に本校として設立。利根川博士氏が学長を務め本校の副学長ステイーブン・グールドが赴任し、指導に当たった。これは日本人留学生に数多く見られる英語力も不十分なうちに留学を志し、直接アメリカに来たものの多くの学生が語学研修の段階で挫折するのを憂慮し、 日本でレイクランド大学のカリキュラムの一部を英語研修課程と共に履修できるように設立した。設立当初は東京都豊島区にキャンパスが置かれたが現在は新宿区で運営されている。学生数は約280名前後を推移している。レイクランド大学ジャパンキャンパスが提供するプログラムは次の通りありがとうございます。